こんにちは、大峰です。今回は iPhone のバッテリーとパフォーマンスの問題について話をしていきたいと思います。これを見れば古くなった iPhone の性能も改善できるかもしれません。そもそも問題っていうのは、アップルが古くなってバッテリーが劣化した iPhone のパフォーマンスを意図的に下げているっていうことが海外の方で話題になったことが始まりです。それで今海外の方では訴訟問題にも発展していますけど、僕の方でもちょっと気になったんで、ギークベンチの方これに自分の持っている iPhone6S に入れて、測ってみました。ギークベンチの公式サイトの方にある 6S のスコアを見ると、本来であれば2200ぐらいスコアがポイントが出るらしいんですけど、僕の方の iPhone6S で測ると、1000とちょっと1040ぐらいかな。なので実質その半分以下の性能しか引き出せないことが分かりました。これすごい悲しいんですけど、せっかくなんでその iPad mini 2を持ってる自分の持ってる iPad mini 2と iPhone 4S の方の2つも測ってみると、その2つは、きちんとギークベンチの方のサイトに載ってるような本来出るはずの数値がきちんと出てるんですよ。ということは iPad の方はまだ規制は先制というか、その速度制限っていうのは対象にはなっていなくて、で iOS 9しか搭載できない iPhone 4S もその仕組みは導入されていないということが分かります。今回のこの速度を抑えるっていう仕組みが導入されたのは iOS11 じゃなくてその前の iOS10 の頃かららしいんで、大体1年ぐらい前なんですけど、僕の方だと、iOS11 を入れたあたりから速度低下がすごく目立ち始めて、もう今だともう普段の軽い操作でも、もうすごい引っかかりを感じるような、かなりストレスをたまるような状況になっちゃってて、なんとかできないかと思ってるんですけど、やっぱり古い iPhone だとどうしても、バッテリーが下手っちゃうと、すごく速度が落ちてしまうようなので、どうにかできないか考えたんですけど、試しにですけど、iPhone を暖かいところに持って行って、この iPhone、冷たくなってる iPhone をかなりホットな状態にして使ってみたというか測定してみました。そうすると、暖かくなるにつれてどんどんそのギークベンチのスコアが上がることが分かったんですよ。で、最終的にはそのギークベンチのスコアが、1700強にシングルコアのベンチで1700強になったんで、大体1.7 倍近くの性能が改善されたっていう感じですね。もともとの速度は2200ちょいなんで、前回とまでいかなくても、バッテリーのへたり具合とか、考えてみてもかなり、いい、動作もスムーズになって、正直体感で分かるぐらい動作が軽くなります。はい、これで分かるのは iPhone ってその一律に古い iPhone を下げるとかじゃなくて、そのバッテリーの劣化度合いとか気候外の気温とかによってその性能が随時変わる、段階的に変わるということは今回の僕の調べた限りでは分かりました。それが全部の iPhone に適用されるかっていうのはまた分からないですけど、これがもし正しければその一律に全部下げられるわけじゃなくて、本当にパフォーマンスを出したい時は、秋から冬にかけて、寒い時期、そういった時期に一番この iPhone 古い iPhone をいいパフォーマンスで使いたいっていう時はなるべく暖かい、環境で使うことと、あとはこの iPhone 自身を温めて使うこと、例えば北海道春とかね、そういったものを、処理をしてあげれば、古くなった iPhone でもかなりのパフォーマンスを引き出してストレスをかなり軽減することができると思います。はい、もし今回のその iOS 新しいものをインストールして遅くなったっていう風のでお悩みの方がいらっしゃったら、ぜひねこのちょっと面倒ですけど温めるっていう方法を試してみていただければと思います。以上です。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。